はい、皆さんこんばんは。こんばんは、こんばんは。ちなみにもう2月になったんですよ、今日。ああ、そうだ、2月かも。1月なんか曲作り以外に楽しいことはありましたか？あ、俺はちなみに何もないですけど。ソラヤさんずっと寝てたやん。え、マジでずっと寝てた？めっちゃ寝てた。ずっと寝てましたよね。なんかさ、あのポケモンとか、うん、その RPG とかそういう、そのなんだろう、いわゆる FPS、APEX とかさ、そういうゲームじゃないゲームすらできないぐらい弱ってて、うん、本当にただ寝てた。え、それ弱ってるっていうのは熱があってみたいな。だし、なんかその体力なさすぎて無気力になってた。もう何もやる気が起きない。え、本当本当本当だから。だってマジで連絡返ってこなかったもんな、しばらく。え、そう、連絡は来たら返してなかった、返せてなかった俺。え、だいたいその送ると1日2日ぐらい空いて帰ってくるみたいな。あ、超やばい。その2週、まあ1週間マジでもう本当にのた打ち回ってる時期があって、ね、で次の1週間ぐらいももう結構そのきつくて、うん、この2週間は割とそうだね、なんかその LINE とか見る余裕すらなかった。かわいそうすぎる。もう水を少量飲むだけで激痛っていうのが1週間あってさ。今はもうだいぶ元気になりました？今だいぶ元気になって、昨日から吸入の薬が増えたんだけど、そのおかげで今日は咳もねだいぶ減ったから、まあ、今ちょっと出て吸入の薬、そう、なんか粉の薬。牛乳？吸入だよ。あ、吸入。お前病院初心者か。吸入か、なんか新しい、なんかミルク味的なのかと。牛乳の薬、牛乳に入れて飲むみたいな。でも牛乳の薬甘いんだよな。あ、そうなんだ。うまい。あ、だからめっちゃ吸い込んでる、もう5回ぐらい。あ、まあでもやばいから。ソラヤさん一回こうなんか体調崩すと長引くイメージだから、ちょっとお大事にしましょう。まあそうですね。いや、呼ばれましたけどね、今日あなたにね。サブアカが唯一のね、生存報告だとは俺。いや、でも、ソラヤさんってサブアカになんか口の中の骨飛び出したみたいなツイートしてませんでした？いや、そう、それやばかったよ。怖いんだけど。左上のさ、歯茎が減って、親知らずが減って。え？もうね、戻らなかった。戻らなかったっていうか、まあ、歯茎。なんだろうね、なんか炎症でえぐれてさ。じゃあ、もう本当に。いや、めっちゃ痛かった。だから、その、喉も痛かったけど、うん、この炎症が口の中まで広がって、うん、口もめっちゃ痛いの。だから、口も痛い、喉も痛いで、うん、もう口に何かを入れるのが苦痛すぎて。なんか、2週間ぐらい。え、明日大丈夫ですか？お寿司なんか食べられます？いや、今はもうね、さっきね、チキンね、あの3枚ぐらい食った。あ、そうなんだ。よかった、元気になったんだ。そう。でも、まあ、せっかくだし、この木にちょっと絞ろうと思って、あの、チキンとサラダをさっき食べた。あ、いや、病み上がりながらちゃんと食べましょうね。